Halo, selamat malam semuanya. Selamat eh Oke, kedengeran ya. Ya, selamat datang di kelas untuk pemula ya. Nyemung Shemuke no kelas desu. Eh, Honjutsu mo ano go sanka itadaki arigatou gozaimashita. Tanto no mutia desu. Dozo yoroshiko negaishimasu. Uh, semuanya apa kabar hari ini? Sehat saya sehat ya. Oh, bagus ya. 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 Saya juga sehat-sehat uh, ya. Uh, tapi di Jepang sekarang sudah dingin sekali ya. <laughs> ano, mo sugoku ano samui na to omotte. Uh, nanka Nihon Nishi Nihon gawa de wa ano yuki ga futeru mitai. なので Hari ini dingin sekali ya. Katanya di Jepang Utara sudah um, turun salju ya. Jadi dingin sekali. Eh bagaimana cuaca di tempat Minasang? Minasang no tokoro no tenki wa dou desu ka? Bagaimana cuaca di sana? Di Jakarta? Ya. Oh. Cuaca hari ini cerah, hari apa cerah? Cerah ya. Wah, wow, ini tenki desu, desne? Kau ini tenki desa, Hai. Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. desu, desne. <laughs> Saya juga ingin ke Jakarta ya. Sepertinya hangat ya. Hmm. Atau itu, ]あの, nandake mulai hari hujan. Hari musim, atau ah, musim, musim, uh, musim, ah, musim hujan. Musim tapi hari ini itu cerah. Oh begitu. Ya. Ya ya ya. Kalau musim hujan setiap hari hujan ya. Mai ni ame nan desu ga. Tama ni kozui desu ne. Nanode ano cerah ga ii desu ne. Hai. So desu ne. Ya hari ini kita ada bertiga saja ya, tidak apa-apa. ハリーニ・キタカンビチャラソアオノマトペですね。今回はですね、ちょっとオノマトペについて、えー、話したいと思いますま。オノマトペというのはどういうものなのか、ま、この、ね、スライドを見るとわかると思いますが、日本って漫画が結構有名じゃないですか。漫画で、 なんていうか、擬音語、擬態語みたいなのが、まあ、オノマトペです。ね。例えば、ここに、多分これは何ドラゴンボルですかね。なんか、トーンとか、ズドーンとか、これが、あの、オノマトペですね。えー、さらに日本では、その漫画の文化がありますので、その擬音語、擬態語、まあ、オノマトペがすごく、インドネシア語よりもたくさんありますが、まあ、インドネシアでもね、 えー、少しはありますね。まあ、日本ほどじゃないんですけど、インドネシアにもありますので、えー、オノマトペについて、えー、これから話したいと思います。はい。えーまあ、そのオノマトペというのは、この主に2つに、えー、分けられていますね。あのー、まあ、声とか音を表す。 えー、擬音語ですね。例えば、まあ、動物の鳴き声とかですね。あの、ワンワンとか、にゃんとかですね。あとは、まあ、あの、物事の音とかですね。まあ、ピンポンとか、えー、コンコンコンとかね。そういうのが、あの、擬音語ですね。これもオノマトペです。でも一つは、えー、状態を表す、その、擬態語。 擬態語。例えば、ボロボロ、ピカピカですね。特にこれは音は出ないんですけど、その状態は、まあ、こういうふうに、あの、えー、表現するというのは、えー、オノマトペの擬態語ですね。状態を表すオノマトペが擬態語と言いますねで。この両方をちょっと見ていきたいと思います。それとも、あ,あ、 擬音語にあの注目するかもしれないです。擬音語に、えー、注目します。はい。で、えー、一つ目は、えー、これですね、えー。動物の鳴き声ですね。スワラビナタンスワラビナタンですね。えー、動物は、まあ、その全部の、あのー、なんていうかね、 動物がその鳴き声があるというわけではないんですけど、えー、まあ、いくつか紹介したいと思います。はい。例えば、猫ですね。猫はやっぱりいろんな言語でも、あのー、鳴き声があると思いますが、まあ、日本だとですね、その、にゃんとか、にゃんという、えー、鳴き声しますね。で、えー、インドネシア語では,は、猫はクッチンと言いますね。クッチン、クッチン。 じゃあ皆さん、インドネシア語でクッチンの鳴き声はどうなっているか皆さんわかりますか猫はどういうふうに鳴くんですかねインドネシア語では。知ってる人いますか全然日本語とはちょっと違うと思いますね。 私はその逆に日本の、えー、猫の鳴き声を聞いてびっくりしました。あの、にゃんっていう、にゃンって似てなくないと思うんですけど、はい。皆さんもあのインドネシア語を聞くと多分似てないかもというのはあるかもしれないですね。で、インドネシア語ではこれです。メオン、メオンと鳴きますね。猫は メオンと鳴きます。クチン、ブルブニメオン。<laughs> ですね。メオン。メオン、メオン。ですね。で、えー、面白いのが、その、インドネシア。このメオンというのは、まあ、あの、オノマトペなので、普段は、あの、なんていうかね、成績な、うあ、まあ、フォーマーの時にはあんまり使われてないんですけれども、 この猫の鳴き声が、そのフォーマルの時に、こういうふうにあの表現しますね。あの猫が鳴くというのは、インドネシア語で、このメオン、メオンの前に、このム、ムをあのつけて、ムゲオンになりますね。ムゲオン。これは動詞になって、えー、猫が鳴く。 という意味になりますなので、猫の鳴き声はメオンなんですが、猫が鳴くという文章は、この一つの単語ですね。メゲオンとなっています。例えば、あの例文はこんな感じですね。上の方は、タルンスワラ、メオン、メオンですね。 にゃーにゃーと音が聞こえたとかですね。にゃーにゃーとあの音がしたというのが一、えー、つ目なので、まあ、このメオンメオンはそのいあのに猫の鳴き声をこう、えー、真似する音ですね。でも、二番目はクちんまげおんタガハマラン。クチン・マゲオン・タガハマラン。このクちんまげおんというのは 猫が泣いたという意味になりますね。で、このタガハマラムは夜中ですね。夜中に猫が鳴いた。クチン、ムゲオン、タガハマラム。クチン、ムゲオンが猫が鳴いた。ですね。ええー、そうしたら、あの、犬の方もこの補足です。はい。これですね。えー、インドネシア語では犬はアンジンですね。 アンジン。で、アンジンの鳴き声は皆さんわかりますかインドネシアでは。来たことありますか日本だとワンワンですね。ワンワン。これも多分インドネシア人から見ると、本当に、えー、全然似てないと思うんですね。犬の鳴き声としては。 で、インドネシアの、えー、犬の鳴き声は、グッグッ、グッグッ、<laughs> グッグッ、どうですか似ていますかその犬の,あの鳴き声に。グッグッって言いますね。グッグッ、グッグッ。で、あの、まあ、これは、あの、オノマトペなんですが、その犬が鳴くというときに、えー、言いたいときは、 これですね。ムンゴンゴン。ムンゴンゴン。ムンゴンゴン。ちょっとあの、先ほどは、猫の方は、メヨンがムンエヨン、ちょっと似ているんですが、え、犬の方はちょっと違いますね。その、え、疑音語が、この、グッグッ。グッグッですね。で、え、動詞にすると、え、ムンゴンゴンになります。 むんごんごん。むんごんごんですね。なので、えー、先ほどと同じ、えー、補足ですね。えー、例えば上の方は、たるでがる、すわら、ぐっぐっ。こういう時は、あ、なんかその、ワンワンと音がした。ワンワンと音がした。なんか聞こえた。ワンワンという音。なので、その音を真似をする。ですね。ぐっぐっ。で、えー、その、 犬が泣いたとかですね。で、この二番目では、その、犬が泣きながら走っている。ね、犬が泣くというのは、杏人、ムンゴンゴンですね。でも中に、ま、あの、〜ながらがありますので、杏人、ブラリー、サンビュー、ムンゴンゴンですね。なので、こういうふうに、あの、動詞にするときは、ま、単語があって、 えー、そのオノマトペとちょっと違いますね。なんか日本語だと多分全部あの、なんていうかね、泣く、その動物は全部あの、鳴くという単語でいいんですけれども、インドネシア語ではもちろんあの、えー、泣くという単語はもちろん他にもあるんですけど、さらにこう、その動物の鳴き声によって、 その鳴き声をちょっと真似して、どうしようにすることもありますね。はい。例えば先ほど、マゲオンとか。で、犬の場合は、ムンゴンゴン。ム、ね、ンゴンゴンです。はい。そうしたらこれですね。メンドリアイアム・ブティナ。はい。ブティナはあの、メスですね。メスがブティナ。なので、アンジン・ブティナ。 メスの犬ですね。えー、例えば、クッチン・ブティナ、えー、メスの猫ですね。クッチン・ブティナ、アンジング・ブティナ、アイアン・ブティナが。あの、ブティナがメスですね。メンドリの鳴き声は、インドネシア語で、まあ、あの、二つのパターンがありますね。一つ目は、パッと、パッと。 プトッパトッと言いますね。プトッパトクもう一つは、コテッコテッ。コテッコテッ。プトッパト,クトクコテコテですね。インドネシア語を学ぶ最高の環境がここにある。ジャパネシアライブカレッジ。ジャパネシアライブカレッジはいつでもどこでも、そしてどんなレベルでも、インドネシア語が学べるオンライン学習プラットフォーム、ライブ授業。 自分のレベル、学びたい内容に沿った講師の授業に参加し放題入門者から上級者まで翻訳授業からフリートークまでさまざまな授業が揃ってるライブ授業に参加できなくても後から動画がいつでも見返せますでも1人じゃ不安そんなあなたも安心 JLC では受講者同士の交流もできますわからないことは Facebook グループでいつでも質問ができる 読習コンテンツ多彩なコンテンツを手軽にオンラインでリスニング日常インドネシア語アニメーション教材語彙文法あらゆる教材が使い放題初心者でも1日3分から毎日学習ができる上級者にも検定対策したい人にも自分に合った学習コースが組めるインドネシア人と話したい検定に合格したい もっととインドネシアと近づきたい JLC はそんなあなたの願いを応援します登録は簡単新規登録から必要な情報を入力するだけいろいろたくさんいつでもどこでも「ジャパネシアライブカレッジ」